マジで。あ、ボケ老人。あ、ナッシー来た。うーっつって。今日、あの、あれじゃないの、野球熱くね？なんか今週また暑いらしいよ。まだ今週ずっと暑いって。昔は9月もでも暑かったよね。昔から。あれだ。入れてくれたの。あ、私も入れたの。何を？持つ。何持つって。持つある。誰の？買ったの？作ったの？作ったの。へえ。作ったんじゃないよ。買ったやつを。見上げたもんだよ。買ったのに。見上げたもんで屋根屋のふんどしだっけ？ん？見上げた？結局でも全泊とかするって考えたら、ママが熊谷から新幹線に行ったって、なんかあんなくなってる。あ、蚊が入った。もう無理。何かだったら、熊谷から上野に新幹線行くじゃん、うん、上野からスカイライナーに乗って、もう乗り換え1回で行ける。行けるでしょ、うん、で、ほら、海外とかで、あっちに行ったらそんな困らないの。乗り換え1回で行ける。で、成田エクスプレスに乗るでしょ。違う違う。そう、特急スカイライナー。じゃあ成田で行って羽田で帰ってくれ、いいじゃん。そう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 。でも羽田もまたさ、6時台とかあんな混むやつになるの。あ、そしたらまた新幹線だけど。羽田は20時着しかない。あのね、羽田って、ちょうどそのね、20時着っていうか19時とかその辺って混むんだよ。ちょうど着が多くて、で新幹線の最終に合わせてんだよね、あれ到着が。これ翻訳じゃあ成田にだったら、成田に帰りも行って、もういいんだ。で、あのこのスカイライナーに乗って帰ってきちゃった。上野まで帰ってきて、上野から、うん、あれその帰ってくるスカイライナー予約しといた方がいいよ。予約した。じゃないとあの混むよ、すごく。じゃないと